恋のアバンチュールの幕開けですわ。ここも異常なし。早いな、つぐみ。一体何してるんだ？一条楽か。何？お嬢が来る前に校内に不審物がないか調べていただけだ。校内ってまさか教室とか全部回ったわけじゃねえよな。体育館や特別教室もチェック済みだ。ビーハイブの護衛をなめるなよ。こいつ普段どういう生活をしてるんだ？これって事件だよな。完全に包囲されてるよね、うちら。ん？なんだかやけに騒がしいな。みんな窓の外を見てるけど、何かあったのかしら。どれどれ。ぎ。第四中隊は裏門の警戒、第6中隊は学校周辺の巡回をお願いします。了解しました。なんだありゃ。警察？どうして私たちの学校を囲んでるのよ。もしかしたらこの辺りででっけえ事件でも起きたのかもしれねえぞ。それってもしかして私たちのせい？俺らの知らないところでついにうちとビーハイブが始めちまったのか。学校一つにこの警戒態勢よ。そうに決まってるわ。急いで止めに行きましょう。おやじ、リュウ、頼むから早まるなよ。あら、今日は4、6体の方々がオフなんですね。は？もう、警護はそんなに厳重でなくてもいいと言ってますのに。ねえ、もしかしてだけど、あれってあんた絡みなの？そうですよ。あの方々はオフの日は自主的に私の警護をしてくださるんです。限界態勢すぎるだろうが。こっちは思わず勘違いしちゃったじゃないの。きっと騒がせね。申し訳ありません。後で皆さんには注意しておきますので、今日は我慢してください。とはいえ、これでも昔に比べればだいぶ小さくなったのですよ。小学生の頃なんかは県警の皆さんが総出でお出迎えしてくださっていましたもの。おかげで近所の犯罪率は6年間ゼロでしたわ。それはまたいいんだか悪いんだか。ラク様も気をつけてくださいね。あの方たちはラク様のことを私を振った悪い男だと思っていますから。え？俺警察に目をつけられちまってんのか。早く私をお嫁さんにしないと、いつかは逮捕されてしまうかも。さーんて。それでね、小崎ちゃん、そのテレビで映ってた子犬がもう可愛くって。そうなんだ。私その時間お風呂入ってたんだ。小崎ちゃんってお風呂長そうだよね。そんなことないよ。もう桐崎さん、また小野寺さんと話してますのね。私も小野寺さんとお話ししたいことがありましたのに。ん？別に気にせず話してくりゃいいじゃねえか。
桐崎さんがいるとすぐ喧嘩になってしまいます。もう少し平和なタイミングを選びますわ。へえ、お前がそんな気使うなんて意外だな。なんつうか、そういうの気にしないやつかと。そんなことはありませんわ。ラク様、私をどのような人間だと思っていたのです？いや、なんだろうな俺のことにしか興味がなくて友達少なそうとか言えるわけね。けど実際そこまで気を使う必要はねえと思うけどな。いいえ、そうは参りません。口を開けばすぐラク様の取り合いになってしまいますし、やっぱりあの方とは馬が合いませんわ。それはお前がもう少しおとなしくすればいいだけなのではないだろうか。ラク様、青春は待っているだけでは訪れないのですよ。戦って勝ち取らなくてはいけないのです。お前の戦いは俺にまで被害が及ぶんだよ。ですから私だって好き好んで争っているわけではありませんわ。そもそも私、別に桐崎さんのことが嫌いなわけではありませんし。え、そうなのか。あの方は口も悪くて短気で暴力的で、およそ女性らしい魅力は備えていないというのに、ラク様の恋人なんて言い張る厚かましい人ですが、この数ヶ月で悪い人ではないと分かりましたから。ラク様の恋人でさえなければ、もしかしたらいいお友達になれたかもしれません。お前がそんな風に思ってるとはな。ちとげも驚くだろうぜ。まあ、これはあくまでもしもの話。現に私は桐崎さんが気に入らないですし、向こうもそれは同じこと。私たちは宿命のライバルです。戦いはまだまだこれからですわ。だから争うなっつーの。よし、綺麗になったな。で、なんで俺は宿題をやらずに部屋の掃除なんかしてるんだ。いわゆる現実逃避というやつじゃな。うやべ、寝る時間がなくなる。はいはい、起きますよ。よし、朝食の準備すっか。今日の体育はドッジボールか。高校にしちゃ珍しいけど、懐かしくてテンション上がるな。気楽なもんだな、楽よ。今回のドッジはクラスのやつらが先生に頼んで企画したことだぜ。え、そうなのか。なんでまたそんなことを。それは始まったらすぐにわかるさ。じゃあな、楽。お前はずっと親友だぜ。お前のことは忘れない。は？セット準備！お？一条楽を捕捉、攻撃開始だ！なんでお前ら俺だけにボール向けてんの？ちょっと待て、よく見たら内野に俺しかいねえじゃんか。いつもいつも桐崎さんをはじめとした我がクラスの美少女たちとイチャコラしやがって。一の C の、いや、全学年男子一同の恨みのこもった一撃を食らえ。はぁ、あ、うぅ、危ねえじゃねえか。あ、今のを避けただと。逃げる動きだけは一人前だな。伊達につぐみやちとげの相手はしてないからな。おい、もうやめろって。こんなことして何になるんだよ。楽よ、男にはやらねばならん時があるのだよ。それが
間違った行為だと分かっていてもな。なんだそれ。皆さんおやめになって。橘、ラク様は悪くありません。すべて私たちがいけないんです。ですからラク様だけを責めるのはやめてください。え、橘、すまん、ありがとう。いいんですよラク様。元はといえば私のラク様に惹かれてしまう霧崎さんが悪いんですから。え、ラク様がモテてしまうのは仕方ないことですわ。だってこんなにもかっこよくて凛々しいんですもの。ああ、それに私たちは結婚の約束もしキスもした仲じゃありませんか。そんなラク様を守るのは妻となる者の当然の義務ですわ。こら、お前なんてこと。違うぞお前ら、これにはいろいろと複雑なわけがあってだな。うるせえ、全軍ボールを持て、集中砲火だ。おお、おらおら、やっぱりラク様は皆さんから愛されてますわね。さすがですわ。もうラク様ったら、私に黙って帰ろうとするなんてひどいですわ。ひどいも何も、お前とは帰る方向も別だろうが。そんなこと大した問題ではありません。1分1秒たりともラク様から離れたくないのですわ。お、そこを行く少年は一条くんじゃない。小野寺のお母さん。え、この方が小野寺さんのお母様なのですか。そういうあなたは小崎の友達。はい、橘真理香と申します。っていうか、もしかしてデート中お邪魔しちゃったかしら。はい、そうなんです。こら、堂々と嘘つくんじゃねえ。違いますよお母さん、全然そんなんじゃありませんから。ラク様、そこまで否定しなくても。すまねえ、つい。一条くんもなかなかの色男ね。こりゃ小崎もうかうかしてらんないわけだ。え、小野寺が何か。ああ、こっちの話を気にしないで。それよりまたうちにバイトしに来なさいよ。時給も上げてあげるからさ。はい、それはもう喜んで。なんだったらそのままうちの婿になってもいいし。はい、喜んで。え、婿。ダメです、ダメです、ダメです。いくら小野寺さんが相手でもそれだけは絶対許しませんわ。おい、俺より興奮すんじゃねえよ。ダメなものはダメなんです。あちゃー、一条くん獲得はハードルが高そうね。君がいるとうちの店は助かるのにな。おっと、あんまり遅くなると店が心配ね。それじゃあ私はここで失礼するわ。また急遽バイトを頼むかもしれないけど、その時はよろしく。私のラク様に何てことを言うんですか。あの方は油断も隙もありませんわね。いや、俺は別にお前のもんじゃねえし。ラク様もラク様です。私というものがありながら小野寺さんと家族ぐるみの付き合いをしてるだなんて。いや、お前も別に俺のもんじゃねえんだが。というか変な勘繰りするなよ。さっきも話に出てたけど、俺は小野寺んちの店で時々バイトしてるだけだよ。それならいいですけど、ちなみにアルバイトって儲かるんですか。どうだろうな、
真面目にコツコツやってたらそれなりにたまるんじゃねえか。ふーん、そうなんですね。アルバイト悪くないですわね。今から頑張れば私の夢もきっと。なんか欲しいもんでもあるのか。ええ、でも内緒です。ん？おっと、もうこんな時間か。明日も朝早いし、今日はこの辺にして寝るかな。おやすみなさい。もうあと5分。坊ちゃん、いつまで寝てるんですか。遅刻します。もう8時回ってますぜ。なに。さあさあ急いで支度してください。お、悪いな、リュウ。